タミー・アブラハムこと、ケビン・オゲネテがたまればクモ・アブラハムは、イングランド・ロンドン・サザーク,ク出身のサッカー選手。エース・ローマ所属。ポジションはフォワード。チェルシー・ FC 公式サイトの日本語表記は、タミー・エイブラハムである。タミー・エイブラハムの発音は、外部リンク参照。2004年、チェルシー・ FC の下部組織に入団。2016年5月のプレミアリーグ、リバプール・ FC 戦で、 トップチームデビュー。ブリストルシティ2016年8月、フットボールリーグチャンピオンシップのブリストルシティ FC に、レンタル移籍。スウォンジーシティ2017年7月4日、チェルシーとの契約を2022年まで延長した上で、プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC に、レンタル移籍。2017年8月26日、クリスタルパレス FC 戦で、 プレミアリーグでの初得点を記録した。アストンビラ2018年8月31日、チャンピオンシップのアストンビラ FC にレンタル移籍。このシーズンはレギュラーとして活躍し、リーグにい体となる25得点を挙げた。また、ジャック・グリーリッシュと共に、リーグのベストイレブンにも選ばれた。復帰2019年8月24日。 のじちしき FC 戦でにゴールを決め勝利に貢献した。9月14日、ウォルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦では、ハットトリックを達成、チェルシーのプレイヤーとして、プレミアリーグでの最年少のハットトリック記録となった。しかし、2020から21シーズン途中に監督が、フランクランパードから、トーマス・トゥヘルに交代してからは、 同じドイツ人であり、決定力不足にあえいでいたティモベルナーが重宝され、アブラハムは出場機会を失ってしまった。チームは CL で優勝したものの、アブラハムはベンチ外に終わり、さらに2021から22シーズン開幕前には、元チェルシーのロメルル核を再獲得し、それに伴い遺跡の噂が絶え間なくなっていった。2021年8月17日、 エースローマへの完全移籍が発表された。移籍金は4000万ユーロで2026年までの5年契約を締結した。背番号はチェルシー時代と同じ9番。2021年8月22日、セリエ A 開幕戦のアクフフィオレンティーナ戦でセリエ A デビューを果たすと2アシストを記録して勝利に貢献した。8月29日、 US サレルニターナ1919 19戦で遺跡後初ゴールを挙げた。父親がナイジェリア出身のためナイジェリア代表を選ぶこともできたが育成年代から一貫してイングランド代表に選出されている。2017年11月にイングランド代表に初招集されると11月10日、ウェンブリーで開催されたドイツ代表とのフレンドリーマッチに出場し、 A 代表初キャップを刻んだ。イングランド代表での出場が、親善試合のみであったため、ナイジェリア代表に代表を切り替える、可能性も取り沙汰されたものの、2019年10月、チェルシーでの校長を受け、ユーロ2024戦に臨むイングランド代表に、招集された。2019年11月、ユーロ2024戦のモンテネグロ戦で、A 代表初ゴールを決めた。 ありがとうございます。